どうも、こんにちは。はい、本日はですね、またですね、新しくアパレル商品買ったので紹介したいと思います。でまあちょっと最近かなり暑いんで、でまあちょっとですね、久々にちょっと買い物行きまして、で、買ったものを紹介したいと思います。で買ったものが、こちらですね。はい、ジーですね。でですね、買ったもの、特にそういう、今回買ったものに関しては、そんなに、まあ、目新しいものではないんですが、まあ、ちょっと前にですね、出させていただいた動画の内容と、まあ、ちょっと被るものがあるんですけど、その時に、ヘビーウェイトビッグティーっていうのを買いまして、で、これ今、着てるのも、そうなんですけども、で、これですね、かなり良くてですね、これ990円なんですけど、あれ、かなり、丈夫だし、全然いいなと思って、でまた買っちゃいました今回。はい、でですね、買ったものがですね、こちらですね。まずが、こちらですね。はい、これもですね、ヘビーウェイトビッグティーで、カラーがネイビーですね。はい、でまあ前回の動画で紹介したように、まあ、肉厚ヘビーウェイトなので肉厚10オンスある生地になりまして、で首元もかなりしっかり作られているようなものになります。でビッグティーですね。はい、でまあ、前回はちょっと自分 M サイズ買ったんですけども、でその時にまあこれ今着てるのが M なんですが、もうちょっとですね、丈、まあ元々これビッグティーって丈が着丈がちょっと短そんなに長くないんで、もうちょっと着丈が長いやつがいいなと思って、今回ちょっとサイズは1個上げました。はい、で、続いてが、同じものの白ですね。はい、こちらも同じになります。で、価格が990円にプラス税ですね。はい、そうですね。で、3点目にですね、まあ、ちょっとズボンも探しててですね、でいいのがあったんで、こちらですね今回。はい、リエンブレンドの、イージーパンツですね。ハーフパンツで、カラーがオリーブですね。でこちらがですね、価格が、1490円にプラス税ですね。で、この前の部分がチャックになってまして、であとこの2つ両サイドポケットですかね。で、あと裏後ろにポケットがあります。はい、ここですね。でこれがですね、朝素材になるんで、まあかなり夏とかにいいかなと。じゃあこちら以上の3点購入しました。ではですね、試着したいと思います。はい、では着るとこんな感じになりますね。で今着ているのが、私が身長173センチでサイズが L になりますね。でちょっと前に上げた動画にですね、このビッグティー紹介したんですけれども、その時のものに比べるとワンサイズ大きい形になっています。で着た着もその時に比べると長いですし、あと全体的にですね、やっぱ袖の方も大きくなってるんで、はい、こんな感じになりますね。ちょっとルーズ感が出てますね。はい、こんな感じになります。で今ですね、履いてるのがこちら リネンの先ほど紹介したハーフパンツなんですね。まあこの上下セットであれば、まあ、真夏日とかこんな感じでいいかなと思いますね。はい、では次はですね、こちらカラーがネイビーになります。でサイズも一緒 L ですね。はい、はい、こんな感じになります。で、まあ、普段ですね、自分はあんまりまあこうネイビーだとか、まあ、黒だとか、まあ、そういった色物の T シャツってあんまり買わなくてですね、まあ、なんでかというと、やっぱり何回も着ると色が結構落ちちゃうんで、まあ、その辺が嫌だから、あんまり真っ白だとかグレーが多い形なんですけれども、まあ、今回このビッグティーに関してはこれ990円なんで、まあ、全然その辺気にせず、もう着まくってもいいかなと思いますね。はい、なので、全然ガシガシ着ちゃっていいかなと思いますね。はい、まあ、値段もリーズナブルですし、やっぱりですね、まあ、何度見ても、やっぱり生地的にはまあやっぱりしっかりしてるんで、クリームとだとかでですね、まあ、全然かなりおすすめですね。はい、はい、ではいかがだったでしょうか。まあ、でもやっぱりですね、今回ですね、ちょっと本当に
かなりお仕様じゃないんですけど、もうかなりですね、この T シャツに関してはかなりいいと思いますね。はい、なんかですね、ちょっとまあ、1年前に1回このビッグティーっていうのを買ったことあるんですけれども、その時に比べるとですね、かなりもう数段良くなってると思いますね。はい、まあ、特にこの首元の辺のこの丈夫さっていうんですかね、ここがめちゃめちゃいいですね。はい、であとですね、生地的にもですね、生地はそんな変わんないけど、でもちょっと若干なんかツルツルしてるような感じはするかなっていう形ですね。まあ逆にですね、あんまり良くなければ多分1個、多分今これ着てるんですけど、1個買って、まあ それ以外は多分買わないかなって感じなんですけども、逆にこれ含め3枚買ってますからね。はい、なんでまあかなりおすすめかと思いますね。はい、まあ、やっぱりですね、まあ、年々まあ同じものを出してもやっぱり企業努力っていうんですかね、こういう、まあ、こういったあんまり目に見えないようなところ、目に見えてるか、まあ、あんまりこういう細かいところがやっぱりだんだんちょっと年々バージョンアップされていくのかなっていう感じがしますね。はい、まあ、でなきゃあんなユニクロさんがあんな業績伸びていくわけないですからね。はい、まあ、ここら辺はやっぱり消費者としてありがたいですね。はい、はい、ではですね、こちらで以上となります。また何かですね、随時自分が買ってみて、あ、これいいなって思ったものがあればですね、随時動画の方で紹介したいと思います。はい、ではですね、こちらで以上となります。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。ではバイバイ。